どうもー、チャコ先生です。ジャックオランタンさんの雑談していきたいと思います。オープニングなくしました。静止画だったんで、なんかつまんないなってことで、なんか誰かかっこいいアニメーションいつか作ってくださるまでちょっと封印させていただきます。なんで今日はランタンさんなのかっていうと、初めて視聴者さんをゲストに呼んで好きなものについて喋ってもらうっていう動画を出したんですけども、ゲストさんのハマってるものがランタンさんの実況動画だったんですよ。で、あれを撮影したのが実は去年の11月くらい。そのゲストさんに喋っていただくので、知らないまま喋るのは嫌だなと思って、まあ、気になるやつをとにかく見ようと思ってね。で、その時点でパート30とか出てたんですけども、10くらいまでは見てみなきゃなって思って見始めたら、もう51個見ちゃって。で、その後空いてる時間を利用して、ガールズモードと僕夏とハム太郎、あ、ハム太郎は4か、フェニープリのドキドキサバイバル、あとムーン、なんかバカゲーのやつと喧嘩番長とか見ましたね。で、ていうか、そもそもなんか実況歴がものすごい長いらしいですね。実況してみたっていうこのジャンルそのものを作り上げた時代からもう13年とかゲーム実況やってるらしいんですけども、で、いろんなゲームやってらっしゃるので、他のゲームに例えたり、こうネタの引き出しが多いっていうか、で、多分なんですけど、アラサーっぽいような気がするんですけど、なんかね、あ、この価値観ちょっとわかるなとか、で、それが会話の中でよく出てくるんで、なんかすごいね、親近感をね、感じる人ではありますね。ちょっと、このランページ、微妙かな。これ綺麗に書けるまで雑談をしていくんですけど、で、ポケモン実況を見た時に、すごい徹底してるなって思ったのが、見せポをするんですよ。小学校の時とか、俺杖のやつをやるんですよ。もうレベル死ぬほど上げて、もう圧倒的に勝てる状況を作って、ぶっ潰しにかかるっていう、最も子供らしいプレイをしてたんですけども、で、ランタンさんの場合はね、例えばその効果抜群のタイプのポケモンを、あえて、一匹だけにするとか、レベルを上げすぎて、こう簡単に倒してしまう試合にならないように、パーティーメンバーのレベルを上げないようにね、工夫されてるんですよ。絶対次死ぬだろうっていうところで、HP1 で味方が持ちこたえたり、最高のタイミングで急所を出したり。圧倒的に不利な状況の中でも、こう、戦略とね、ポケモンたちとの絆によって、ものすごい熱い展開のバトルを毎回やってくれるんですよ。声がついてるゲームは特になんですけど、こうキャラクターがちゃんと喋り終わってから自分が喋るっていうのを徹底されてるなというか、ちゃんと作品のいいところも見てほしいみたいな、なんかね、その辺のこう視聴者を楽しませてなんぼみたいな、そういう精神性がね、すごい好きですね。はい、縦長っすね。で、なんかこの東みたいなやつはちょっと下にスペースを置いてあると周りかしかっこよく見えるかなと思います。ほんで、この間そのゲストさんと喋ってた時に話が出たんですけど、女の子のキャラクターが主人公の時はランタンじゃなくてランコって名前をつけてて、もうめっちゃ可愛くするんですよ。上がなんかこういう色だったら下はこういうスカートが似合うとか、で、こういう服に合わせるんだったら靴と帽子は合わせなきゃとか、すげえおしゃれに対するこだわりがプレイの中で見えるんですよ。で、それがもう女子以上に女子だみたいな話をこの間ゲストさんとしてて爆笑してたんですけど、見せ分を心がけてる時のランタンさんはすごいこう実況者としてめっちゃ頼もしいなって思うんですけど、急に乙女出してくるんですよね。しかも唐突に、なんかこのギャップがね、個人的にはツボで、その辺の塩梅がおもろいですかね。で、なんかね、あとエンドロールか、エンドロールが流れてる時のほんと短い間なんですけど、その時の雑談がすごいこう作品に対する愛でね、溢れてるんですよ。というか、純粋にその作品をやってて楽しかったなとか、視聴者とのやり取りがあってとか、で、クリアまでの道のりとか、クリアして今思うことっていうのを、キャラクターの成長とか、ストーリーとかと絡めながら喋ってくれるんですよ。そこにすげえ、こう、愛がね、見て取れるところが、なんか、いいですよ。真剣に熱
遊べるっていうところがね、子供みたいに 100% ガチでゲームを楽しめるってすごい多分難しい、大人になればなるほど難しいことじゃないかなって思うんで、ランタンさんはね、なんかそこを極めてるなというかちょっとランコキャラが好きなので最後はランコの子でいきます。うわーちょっと汚いかなもう一回、あんま綺麗じゃないけど、反るところがむずいですよね。中心から来てこう中心に帰ってくると割といい感じになるかなと思います。私まだね一個も見れてないジャンルがあって、ホラーを一個も見てないんですよ。でなぜかというと私がビビリだからですこの間来てくれたゲストさん曰く、ランタンもビビリだから気をつけて見た方がいいよみたいなそんなこと言われたらマジで見れないんで、だから朝ね、めちゃくちゃお天気の早朝にカーテンを開け、もう青空を眺めながら、すごい陽気なインドのね音楽を流しながら見ると私でも見れると思うので、ちょっと今度ねチャレンジしてみたいと思いますわけわかんない状況になると思うんですけど、今日はだからランタンさんの話をして今日はねランコっつう字書きました。はい、先週みたいな自分の好きなものを喋ってもらって、上手になりたい字が、まあ、30分ぐらいでちょっと上手になるっていう講座っぽい雑談、これからねたくさんしていきたいなと思ってるので、私の好きなものを聞いてほしいとかいう方がいらっしゃいましたら、概要欄かツイッターの固定ツイートの URL から参加申し込みができるようになってますので覗いてみてください。はい、というわけで本日は以上になります。ありがとうございました。